やるね。冗談じゃないよ。まずいしまった無理しちゃって。驚いたよ。やるね。あたたっ笑えない。 なんだってくそしほっしそらやほうくらっときな黙っときなそーらそ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 らまだまだ私を本気にさせたねいい加減にしな,いいにしなふんやふっもっと楽しもうかと加減が難しいんだよドゥアバイバーイふーんいくよどこ見てんのさ残念だったね惜しかったねっ全然本気の一撃じゃなかったねはん、あ。 当然さ、いでよ、せん私の願いを叶えていいかわかるだろう奥さんには叶えたい願いがあるってことくらいさ、体力を全回復させてくれ案外死んでる方が気楽でいいんじゃないかあーで消えな目障りだチッ !17 号身の程知らず。 あんたってガキっぽいよ、17号。やれやれ。バーカ手を抜いているのかい逃げたきゃ逃げてもいいよ。勝たせてもらうよ。はーこいつはどうだいクライ行いくよ、17号はははははじゃあね、ばーい。いくよ、クリリン。ただだだだだだだはー <laughs> いいわ。 私がやる。かかってきな。続きやんの早く勝負をつけなきゃね。またな。大したことないんだね。あんたの力が見たいわ。やってみてよ。うるさいね。頼んだよ。かったるいね。あいつ、本当に強いよ。感謝なんかしてないからな。私も出る。そうこなくちゃ。いいからさっさとやればか。バカ決まりだな。毎度あり。タコ。こりゃやばいよ。なんだ、もう終わりか もう少し楽しめるかと思ったんだけどね。私に戦わせたんだ。報酬は高くつくよ。今更力の違いに気づいても遅いんだよ。バーカ。へえ。あんた、なかなかやるじゃないか。じゃあ、次は本気を出しても構わないね。まったく、あんたも物好きだね。 負けるって分かってるのに挑むんだからさ。16号ビルス様ブーセルご飯孫悟空チビどもジュレンケブラクリリンピッコロトランクスビーデルベジータベジータ孫悟空こっちだよゴテンクスヒットここだよジュレンケブラキナクリリン天津飯ビーデル今だよベジータキナヤブチャ泣かせなヤバそうだったら逃げなよ悟空 頼むよベジータ来てくれ下がってな、16号私が行くよ !16 号気をつけないよ気をつけないよ、クリリン助かったよここは任せたよかっこいい !16 号合わせなついてきなチビども一緒に行くよ、クリリンあんたと一緒に戦う日が来るなんてね。助けてくれてありがとう。16号。あんたってガキっぽいよ、17号。この程度で、私たちを吸収したこと、 チャラになると思うなよ。あんた、本当に楽しそうに戦うよな。一緒に戦ってると、毒気が抜かれちまうよ。やるじゃないか、坊やたち。ジレンのやつ、さすがに頼りになるね。もう少し愛想が良ければ言うことなしなんだけど。そういや、女のサイヤ人ってのは初めて見るね。だいたいイメージ通りだったけどさ。クリリンは私の旦那なんだ。 この程度で根を上げるやわな男じゃないよ。悟空、あんたまだ戦い足りないってのかいほんと、大した戦闘バカだよ。これが元神の力ってやつか。あんた自身はあんまり神様らしくないけどね。小さくなってもパワーは変わらずか。悟空のやつ、可愛くなったのは見た目だけだね。あんたに助けてもらっても嬉しくないよ。 どうせ相手を食いたいだけだろうあんたの知ってる未来の私とは違う。ちょっとくらいは協力してやるさ。あんたの父親には儲けさせてもらったからね。今回は特別にタダで手伝ってやるよ。今度、昔の勝負の決着をつけようか。なんて。<laughs> 冗談だよ。本気で行くよ、16号あんたなんかに負けないよ私を怒らせたね。 ちょっとペース上げるよ,げるよあんたが相手だ,相手だ本気で行くよ,くよ誰があんたなんかに,んんかに調子に乗るんじゃないよ,ないよチビども,ビどもやるじゃないか,ないかクリリン,リリンやっぱり強いねあんた見直したよ <laughs> 無理しちゃってまさかこんな特技があったとはね相変わらず無口なやつだねあの時の私たちじゃないんだようるさいな加減が難しいんだよあんまりやんちゃしてんじゃないよ そんなもんかいクリリン。うるさいな。加減が難しいんだよ。変わったのは見た目だけかい修行が足りないんじゃないうるさいな。加減が難しいんだよ。寝てんじゃないよ。寝てんじゃないよ。手加減しなよ。クリリンの技だよ。久しぶりだね、16号。またお菓子にされるのは勘弁だよ。 今度はどんなお菓子にしてくれるんだい今更私たちに何の用だいあんた昔、クリリンを殺したんだっておや、見た顔だね。あのセルを倒してくれたんだって学者さんの勉強はいいのかい手加減してくれると嬉しいんだけどね。こんなところで私と戦ってる場合かい天下一武道会の続きといこうか。なんで私があんたの相手をしなくちゃならないのさ。まったく。 サイヤ人ってのは血の毛が多い奴ばかりだね。たまには私が稽古つけてやるよ。ちょっと、まさか本気でやろうってんじゃないだろうね。5点かと思ったけど、まさか悟空かいこんな面倒ごと終わらせて、さっさと家へ帰りたいんだ。人造人間。冗談じゃない。ドクター・ゲロの復讐ってわけかいそっちの私はどうだった <laughs> お熱いじゃないか、お二人さん。ベジータ。 大人げないね。あんた、いつも以上にいい顔してるね。あんた、生きてたんだね。あの時のリベンジといこうか。きついお仕置きが必要みたいだね。なまってないだろうね。あんたが元凶会 ?21 号聞いたことないね。久しぶりだね、トランクス。あの時の続きあんのあいつもう武道家じゃないよな。懐かしい顔だね。セル、生きてたのか。 おやチビどもじゃないか。クリリンが相手とはね、覚悟しなよ。覚悟しなよ。覚悟しなよ。そうこねくっち。あんたが相手かいあんた。手を抜いたろ。あんたの相手は二度とごめんだね。あんたの相手は二度とごめんだね。お菓子ばっかり食ってるから太るんだよ。吸収なんて二度とされるか。クリリンの分。 きっちり医者料払ってもらわないとね。どうやら、私の知ってる男とは違ったようだね。冗談じゃないよ、まったく。消えな、目障りだ。このチビども、まったく冗談じゃないよ。あんたの相手は、二度とごめんだね。何その面。私が惚れた男は、そんなぐずぐずした男じゃないよ。消えな、目障りだ。消えな、目障りだ。りださて。 これで一見落着だね。ドクター・ゲロも隅に置けないね。別にあんたに恨みはないよ。さっさと消えなあんたの知ってる私とは違ったみたいだね。まったく青いね。スーパーサイヤ人にならないなんて舐められたもんだね。結果も実力もあの時と一緒だね。消えな目障りだあんたの相手は二度とごめんだね。悪いね、16号。 今回は私たちの勝ちだね。その体にもう私は不要だろうクリリンは二度と殺させないよ。そんなんで本当にセルを倒したのかい勉強のやりすぎで弱くなっちまったみたいだね。あんた本気で来るなんて聞いてないよ。たまには家に帰れよな。たまには家に帰れよな。やんちゃが過ぎるってもんだ。いろいろあったみたいだけど。 少しくらいは他人を信じてみちゃどうだいやれやれ。少しは落ち着いたらどうだいもうちょっと頑張ってほしいね。もうあんたの相手はこリゴリだよ。子供の姿でも中身は相変わらずだね。あんたも母親なのかい大したことないんだね。あんたも未来の私も。ご飯、もうちょっとしっかり守ってやんなよ。ちこれじゃ服が台無しだよ。 な、なんだと何ふざけやがって。く、この野郎やるな俺はそう簡単にはいかんぞ。俺のエネルギーは永久に減らない。究極の戦士ならもうここにいるだろう。その鬱陶しい口を黙らせてやる。しょうがない。やってやるか。俺たちはやりたい時にやる。馬鹿にするなふざけるのもいい加減にしろお前たちが武士道精神を大事にしていると見込んで、これだけは言っておくぞ。一対一の試合を邪魔する者はいないと思うが、 もしいた場合は、この俺も参加させてもらう。半端な奴ほどそのプライドのせいで、早死にすることになる。俺のパワーに匹敵するものなど、この世には存在しないんだ。懲りない奴らだ。今度は本気でやらせてもらうぞ。残念。惜しかったな。わかったわかった。なぜ絶対に勝てない勝負をするのか、理解に苦しむね。俺が行こうか何も喋らなければ今度こそ殺す。 いいな。サイヤ人というのはどうも自信過剰だな。面白そうだな。おかしな奴だ。お前ごとき、本来俺が相手になるまでもないんだ。もしもっと腕を上げることができたら、また相手になってやると言っておいてくれ。ベジータか。すごい奴だ。自然は大切にしろよ。戦いぶりといい、さすがにサイヤ人の王子だけのことはあるよ。